はい、というわけでめぐみさんのベッドです。まあ、ちょっとめっちゃ汚い、めっちゃ汚くて申し訳ないんですけど、ここにあります。ちょうどいいサイズだよね、これ。ほら、まさにもうここのために作られたかのようなこのサイズ。もう全然5ミリぐらいしかもう枠がないもん。で、今5ポート使ってます。で、ここにガムテープついてるんですけど、これなぜかというと、これ見て、この LED、 この LED が夜中私の目を蝕むわけですよ。ここでピッカーン、ここでピッカーン、ここでピッカーン。もうね、私ここで寝ててね、うわー目がーってなるわけです。だからこういうのはね、もう極力ピンバイスで潰すか、まあ、こういう風にねシール貼っちゃうんで、もう潰しております。で、5ポートと、ライトニング、ライトニング、マイクロ、マイクロ通常だったかな、通常 USB かな。なので、iPhone、iPad、Android、PS4 コントローラーぐらい同時にやってますけど、全然大丈夫です。全然大丈夫。PS4 のコントローラーと、まあ、Xperia 同時にやんないと、ゲームやりながらね、Xperia でやってるとすぐ電池切れちゃうんで、その間に、まし、iOS デバイスがね、いっぱい転がってるわけです。めっちゃ転がってる、めっちゃ転がってる。で、今、撮ってるのもこれ、5S だし、この辺同時にやっぱり、撮りたいんで、そうやっていくと、で、怖い、心配なんだけど、確かにすごいここ熱くなる。熱くなるけど、今のところ不具合はないですね。止まったりとか、まあ、熱回路、限界です。もう熱すぎて無理ですって、一回ポートをどこかダウンさせるみたいなことも今のところ起きていないですね。まあ、これはなかなかいい買い物をしたんじゃないかなと思います。アンカーさんの USB 充電ポートの6ポートですね。まあ、なかなかいい買い物です。ただこれはね、ここにパッて入るっていうのがすごくいい。で、これ例えばこう使ってたじゃん、こうマジックマスカーでこうポッて置ける、まあ、熱くはなる、熱くはなるけどスッと置ける。ここ私のベッドに一番合ってる。これは多分私のベッドのために作ったんですよ。これわかるよ、わかるよ。この置けるんだもん、置ける、置ける、最高最高。機能性も失わずぴったりカンカン、ここ最高でしょこれね。そんだけでアンカーの充電器でした。また会いましょう。バイバーイ。